この道やってきました。カネピが今から観光します。のわらび餅、黒色をしているんですね。一般的に知られている白色のわらび餅はわらびは使わずに芋類のでんぷんでできているんですけど、当店のわらび餅は山菜のわらびを本当に使用して作っているのでこういった色をしています。召し上がり方といたしましては、まず黒蜜につけてお召し上がりになっていただきますと、白いわらび餅との違いがよくわかるかと思います。その後で黒蜜につけて、きな粉につけてお召し上がりになっていってみてください。失礼します。そこはスプーンを使う。この木の。今日の食事。うん、
ってくる普通。寄ってこんねえ、ダメじゃん。魚がおるって知らんかった。ちょっとでも全体吉和中に到着しました。イエーイ。遠い、やっぱりこう、なんかね、運動場がとても広い学校。学校僕らから見て、はい、ここまで来た感想をどうぞ。坂がきつい。よね。以上、さよなら。ご利用くださいましてありがとうございます。